アンドレ・シャプロン、アンドレ・シャプロン、アンドレ・ジャプロン、1892年10月26日から1978年7月22日は、フランスの有名な機械技術者で、先進的な蒸気機関車の設計者である。エコール・サントラル・パリ出身で、厳格な科学的方法を設計に持ち込んだ数、少ない機関車設計者の一人であり、 また、熱力学や流体力学など様々な分野の最新の知識と理論を機関車工学の分野に適しようとした。しかし様々な事情により、その能力を最大限に発揮することはついにできなかった。フランス中央部、中央高地にある、ロワール県ン,ンイコールポールイコールアンイコールコルニオンに生まれる。幼い頃からパリリオン、地中海鉄道の蒸気機関車に親しみ、 上気機関車ファンとして育った。1913年6月にエコール・サントラル・パリの入学試験に合格した。この当時のフランスの兵役法では、エコール・サントラルに在学する5年間のうちに2年間兵役、務めることになっており、それは最初と最後の1年ずつ務めるか、最後に2年まとめて務めるかの選択ができるようになっていた。シャプロンは前者を選んで、 1913年10月に、砲兵将尉として軍隊に入った。除隊が迫った1914年7月、第一次世界大戦が勃発して、復学は遠のいてしまった。戦争終結後1919 19年に、ようやく復学し、本来3年の修学期間を2年に短縮されて1921年に29歳で、卒業した。シャプロンは、 エコールサントラルを卒業すると、早速子供の頃から親しんできた PLM へ就職した。車両、動力部門に配属されて、実際の蒸気機関車に触れ、そこで複式の6100型機関車の運転を見て、疑問を抱き、積極的に改善の提案を論文で発表するようになった。直属の上司はこれに賛同したものの、会社の上層部は全く理解を示さず、 シャプロンは1924年に社内の電話事業へ転身することになった。大学時代の教官に相談した結果、そのつてを頼って1925年1月にパリオルレアン鉄道へ転職することができた。ここでは調査、研究部門に配属され、蒸気機関車の廃棄方式の改良を主に担当することになった。蒸気機関車では、 シリンダーで蒸気を膨張させて、ピストンを駆動して、動力を得た後、まだ圧力が残っている蒸気を、煙室内に吹き出させることで、ドラフト作用を起こし、ボイラーからの燃焼ガスを煙突を通じて押し出して、代わりに、新鮮な空気が過湿に入ってくることを助ける仕組みになっている。完全に蒸気の膨張力を、シリンダーで使ってしまうと、ドラフト作用がくなり、ボイラーの火力を落とすが、 ドラフト側に余分に圧力を使うと、シリンダー出力が弱くなってしまう。その兼ね合いをうまく設計するとともに、ドラフト部分の装置を工夫することで、機関車、全の効率を改善することができる。1919年に、フィンランドの技術者キララが開発したキララスプレッダーは、ブラストノズルからの蒸気流を4つに分割して、吹き出させて、うまく燃焼ガスと蒸気を絡ませて、 効率よく廃棄することが切る。右の図の黄色い部品がキララスプレッターで、塩水状の4つの部品で、蒸気流を4つに分けている。シャプロンは、これに、さらに煙突の下側に、ペチコートと呼ばれる、煙筒状の部品を取り付けるとで、キララスプレッターの下側のブラストノズルとの間、キララスプレッターとペチコートの間、ペチコートと煙突の間の3段から、 燃焼ガスを吸い込んで排気を促進する改良を加えた。これをキララとシャプロンの名前を合わせてキルシャップと呼ぶ。また、火力発電所や蒸気タービン式の船の場合は高い煙突を利用して煙突効果による排気を期待できるが蒸気機関車の場合は車両限界に阻まれて煙突を高くするのは限界がある。ベルギーの技術者。 リゲインは1925年に2本に煙突を増やす方法を考えた。面積を2倍に増やすと高さをフォーミュラ1に抑えることができる。シャプロンもこの考えを取り入れて、キルシャップを2つ縦に並べる構造を考えた。これをダブルキルシャップという。パリオルレアン鉄道の1909年製車軸配置、4から6から2の3500型蒸気機関車の 中でも特に調子が悪かったナン、no. バー3566を対象に、これらの改造を試行してみることになった。シャプロンはこの他に、ボイラーからシリンダーまでの蒸気流路、スチームサーキットの断面積を拡大し、パイプの曲がりを緩くして、絞り効果、ワイヤードローイングによる蒸気圧力の損失軽減することにした。また、複式機関車では、 高圧シリンダーで消費した蒸気を低圧シリンダーへ送って再利用しているが温度が下がりすぎて低圧シリンダー内で一部蒸気が凝縮してしまっていい。このため高圧シリンダーに送る蒸気の温度をさらに高めることにした。他に給水温め器を取り付けたりアメリカで開発されたニコルソン型サーミック裁ンを取り付けたりした。やはりシャプロンの構想に対する上層部の理解が 薄かったことから、これらの改造には3年がかかり、完成は1929年となった。本来の出力は1850馬力である、この機関車は、シャプロンの理論計算によれば、スチームサーキットの改善により20%、加熱温度の上昇により10%、キルシャップの採用により25%の出力上昇が期待でき、 トータルでシリンダー出力3000割基調を見込んでいた。1929年11月29日に試運転が行われ予定通り3000割を超える出力を確認した。また石炭の消費は通常時で75%に減少した。各地で試運転が繰り返され大幅な時間短縮と燃料節約が確認された。こうしたことからパリオルレアン鉄道では 従来型の蒸気機関車が次々にシャプロン方式で改造されることになった。こうした改造をシャプロンリビルドと呼ぶ。また劇的な効果からシャプロンマジックとも呼ばれた。シャプロンリビルドの機関車でパリボルドー間はそれまでより1時間以上短縮されて5時間50分となった。1938年に統合でフランス国鉄が発足するまで、 フランスには5大鉄道として PLM、ポの他に北部鉄道、東部鉄道、国有鉄道があった。シャプロンリビルドは他の鉄道会社にも衝撃を与え、それぞれの会社にも機関車が持ち込まれて試験が行われた。その結果、北部鉄道や東部鉄道でも同様の改造が広まることになった。また、ポでは続いて、 パリ・トゥールーズ間の改良に取り組むことになり、4500型に対して、シャプロンリビルドが施された。もともと車軸配置4から6から2である4500型から、重輪を取り除き、同輪を追加して、車軸配置4から8から0にするもので、常識的には、蒸気発生量を下げることになってしまう、高架室から強架室への改造を伴っていた。 代わりに3.8メートルに及ぶ長い皮質を採用し、ボイラー圧力は20気圧に上げられた。また旧排気バルブはスライドバルブからレンツ式ポペットバルブへと換装された。1933年に実施された試験の結果、時速128キロメートルで4000馬力を超える出力を達成した。この実績により他の機関車も同様の改造を受けることになり、 24700型とされた。五大鉄道が統合されて、フランス国鉄が発足すると、ポに残されていた4500型すべてに同様の改造が実施されることになり、24700型への改造点に加えて、自動急短期、メカニカルストーカーと低シリンダーの大型化を実施した 240P 型となった。240P 型は、 第二次世界大戦勃発後の1940年から1941年にかけて改造が完成し、旧 PLM の区間に配置された。240P 型はシリンダー出力に換算して4400馬力に達し、機関車重量1トンあたり39馬力という蒸気、機関車市上空前の値を記録した。1932年に、 エタ鉄道が中央車両設計研究所に依頼して開発した車軸配置4から8から2の241101型機関車は、成り物入りで登場したにもかかわらず予定通りの出力を達成できず、そればかりか脱線を頻繁に引き起こす問題機関車であった。1942年になってこの機関車の改良の仕事がシャプロンに回ってきた。 元々の車軸配置4から8から2に対して、大枠の強化などの重量を支えるために、10輪が追加されて4から8から4となった。この機関車も、やはり複式機関車であるが、内側シリンダーは、クランクの強度の関係で一つになり、3シリンダー機である。中央シリンダーが高圧シリンダーで、両側シリンダーが低圧シリンダーである。3シリンダー機であるにもかかわらず、 両側シリンダーの位相の差は120度ではなく、端式機関車と同じ90度に設定されている。これらと中央シリンダーの位相差は135度となっている。また便装置はワルシャート式で、ポペットバルブではなく、ウィトロー式複式ピストンバルブを使っている。煙突を縦に3つ並べて、それぞれにキルシャップを装着したトリプルキルシャップが採用さだ。 ボイラー圧力は20気圧である。こうして、シャプロンリビルドを施された241-101型は 242A1 型となり、1946年5月18日に完成した。従来シリンダー出力で2800馬力であった。この機関車は時速 120km 運転で5500馬力を出すことに成功した。 最大牽引力六万五千六百七十九ポンド二二百九十点一キロニュートン、平均牽引力四万六千二百二十五ポンド二百五点六キロニュートンに達する。これはヨーロッパの蒸気機関車の中では史上最強の出力を持っているものである。出力が大きいにもかかわらず、イギリスなどの最優秀機関車に比べても石炭の消費率低く、また、 アメリカの最強機関車と比べると出力では多少劣るが機関車重量は大幅に軽い。最高速度などの人目につきやすい記録を出すためだけにチューニングされているわけではなく実用目的で使いやすいように設計されている機関車であった。試運転においてすでに電化されている区間において普段は 電気機関車が牽引しているノンストップの列車を 242A1 型はその優れた性能で途中駅に停車しながらも所要時間を短縮してみせた。この衝撃は大きく電気機関車関係者は慌てて対戦前に製造された9101型電気機,機関車が従来3900馬力であったところを4900馬力へ増強する改造に踏み切ることになった。 また、アルゼンチンからディーゼル機関車を買い付けにフランスへやってきた鉄道関係者は、この試運転を目の当たりにして、代わりにシャプロン設計の蒸気機関車を購入するとともに、自国の既存機関車にもシャプロンリビルドを施すことになった。シャプロンは他にも多くの機関車の改造を行っている。1936年から、 車軸配置2から10から0の6000型蒸気機関車を改造して作った車軸配置2から12から0の 160A1 型は高圧シリンダーを2つ低圧シリンダーを4つ備えた6シリンダー機であった高圧シリンダーからの排気が低圧シリンダーへ行く間にシュミット式の加熱装置を通過して再加熱リヒーターされ仕組みで高圧シリンダー同士は90度の位相差。 低圧シリンダー同士は、両側にシリンダーが120度の位相差、中央にシリンダーは180度の位相差で、中央シリンダーと両側シリンダーの間は120の位相差である。この機関車は完成して間もなくナチスドイツのフランス侵攻に直面して避難させられることになり、対戦後は 242A1 型の開発が優先されている間に無煙化が進行してしまったために、 十分な試運転も行われずに廃車となってしまった。フランスがドイツの占領から解放されると不足している機関車を補うためにアメリカに大量の機関車が発注された。こうした機関車はフランス流の効率を追求した複式機関車ではなく単純な取り扱いのできる単式機関車であった。これらにもシャプロンリビルドが施されスチームサーキットの拡大。 キルシャップの装着などが行われて、効果を上げた。これらは 141R 型となり、無塩化と合理化が進展して、蒸気機関車の運転も保守も技能が低下して複雑な、フランス流機関車の扱いが困難となった中でも、単純な構造であることから取り扱いやすく、1970年以降まで運行が続けられた。対戦後も戦前に、 シャプロンが改造した 240P 型は引き続き、好調に運用されていたが、さらに急行用機関車を装備するに際してはこれを、そのまま装備するわけではなく、また主運転が行われていて、すでに圧倒的な性能を示していた 242A1 型を量産に移すわけでもなく、フランス国鉄成立前に、PLM が開発していた 241C 型の、 改良版を量産することになった。これは旧 PLM 関係者の政治的圧力によるものだとされている。241C 型は車軸配置4から8から2の4シリンダー副式機であった。これにシャプロンリビルドを行って 241P 型としたものが1948年から195年まで合計40両生産された。これは フランス最後の急行用蒸気機関車の量産である。しかし 241P 型は 240P 型ほどの出力は出せず、元の機関車が持っていた欠点を受け継いでしまっていた。それでも1970年まで本線での運行に用いられた。シャプロンは感染網の軸重を29トンまで増強して、それに対応した蒸気機関車を設計するのが、 軸重増強に要する土木工事の費用を含めても、総合的に見れば効率的であると考えていた。しかし電化すれば、全軸駆動のできる電気機関車にとってこうした軸重増強の必要性は薄い。シャプロンは一時的には、電気機関車の性能を上回る蒸気機関車を示してみせたが、電気機関車の技術もその後発展しており、 鉄道全体の対極的な技術の発展から見て、シャプロンのやり方を進めた方が正しかったとは、必ずしも言えない。シャプロンは、フランス国鉄退職後、南米へ移住しそこで、蒸気機関車開発を続けた。その中には、ブラジルのメーターゲージ用蒸気機関車の開発もあった。後に友人となる、アルゼンチン人のリビオダンティポルタと会うことになる。シャプロンは、 高速ストロボスコープ写真を利用して蒸気流を見るなど利用できる最も正確で完全な実験、検知装置を用いて彼の実験的な設計が実際にはどのように振る舞うのかを徹底的理解しようと実験した。シャプロン以前ではなぜある設計が他の設計よりうまく動くのかを理解しようとした技術者や設計者はほとんどいなかった。彼らは単に試行錯誤し、 経験則と当て水量と適切な実証がほとんどなされていない経験的な法則と設計規則に基づいて以前の機関車の特性を再現しようとしていたに過ぎなかった。効率がシャプロンの設計上の最大の関心の一つであった。彼の機関車の中には効率が12%を超えたものもあり、これは蒸気機関車にとっては例外的なものであった。効率の高さにより 単に機関車を拡大して大きな出力を得るのではなく燃料消費の少ない小さな機関車で大きな出力を得ることができた。フランスで広く用いられていた複式機関車は効率は良いが扱いも設計も難しいものであった。シャプロンは複式機関車の設計をうまくこなし高圧シリンダーと低圧シリンダーの圧力配分など最適に行うことに成功していた。 他にも蒸気流に着目して、スチームサーキットを改善したり、キルシャップを装着して、排気を改善したりすることは、定番の手法であった。自動吸短機や自動軸箱くさびのような、アメリカ流の合理化設備も、積極的に取り入れていた。シャプロンの仕事はアメリカでは無視される傾向にあったが、シャプロン自身は、アメリカ流の合理性とフラス流の効率追求の、 接中を理想的と考えていたようで、アメリカの技術の影響が見られる。シャプロンは、効率的で強力な機関車を製造するために、機関車のすべての側面が改善され、科学的に取り扱われる必要があると気づいていた。彼は、機関車の走行中の振る舞いと鉄のレール上の鉄の、車輪の特性について研究した。彼の知識はかなり後になって、 フランスの高速鉄道である TGV に生かされた。シャプロンは結局、全くの新設計で蒸気機関車を作り、量産する機会を一度も与えられることはなく、既存の機関車の改造だけに止まった。彼の人生が2回の世界大戦に影響を受けてしまったこと、鉄道が近代化して蒸気機関車が置き換えられていく時代に差し掛かってしまったことの影響もあったが、 周辺環境の問題も大きなところがあった。シャプロンの業績は顕著なものであったが、それがために周囲との圧力は耐えることがなかった。彼が既存の機関車を改造して大きな出力改善を得たということは、彼の前任者たちが無能で、機関車が本来持っている力を十分に引き出せていなかったということを明らかにしてしまったからである。 またフランス国鉄が五大鉄道の合同で成立した組織であることから母体となる各鉄道会社の派閥があり特に PLM 出身者は自分たちの技術を残そうとして対戦後の急行計量3機が 240P 型や 242A1 型ではなく 241P 型となった大きな原因となったさらに対戦後は政府や国鉄上層部は 急速に無煙化を進めていく方針を取った。しかし、そうした上層部に言わせれば古ぼけて、時代遅れであるはずの蒸気機関車が、シャプロンの改造により圧倒的な性能を発揮し、最新鋭であるはずの電気機関車を上回る実績を見せてしまったことは、かえって目障りなものとして扱われた。1953年に、シャプロンは、フランス国鉄を定年退職した。 その後は、シャプロンの機関車は、現場の機関士からの評判は良かったにもかかわらず、急速に廃車され、解体されていくことになった。最強の 242A1 型も1961年に、解体された。24700型や 240P 型も多数が、存在したにもかかわらず一両の保存車両もなかった。公式には、試作機や、改造機は、 保存に値しないという理由とされたが、実際には、フランス国鉄の幹部から目障りに扱われたのでは、ないかとされている。結局、シャプロンが関わった機関車で残されたのは、北部鉄道向けのパシフィック機一両のみで、ミュルーズのフランス鉄道博物館で展示されている。シャプロンの業績は、彼の友人であるアルゼンチンのリビオ・ダンテポルタや他の人々の業績に受け継がれて、 20世紀後半の蒸気機関車に大きな影響を与えた。またイギリス国鉄86系電気機関車の一両に名付けられた数少ない外国人鉄道技術者である。ポルタの関わったアルゼンチンのリオタービオ鉱山鉄道の蒸気機関車の一両にもアンドレシャプロンらが与えられたものがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。